はい、本日はですね、こちらノースフェイスの人気マウンテンジャケット3選をね、ご紹介していきたいな、比較していきたいなというふうに思います。ということで、こちらにですね、マウンテンジャケット、そしてオールマウンテンジャケット、そしてマウンテンライトジャケットっていうね、ちょっと間違えそうな名前がずらっと並んでるんですけども、そちらを何が違うんかと、これパッと見ただけで違い、はい、わかるよって方いらっしゃいます？いてないですよね。なかなかこれパッと見ただけでわからないと思いますので、それをですね、僕の得意のこちらのべしゃりの方でね、いろいろ喋っていきたいなと思います。まずはマウンテンジャケットから着用していきましょう。サイズはすべて L サイズで着用しています。身長178センチ、体重がですね、最近痩せました、68キロということになっておりまして、顎がね、少しずつシャープになってきておりますが、順調にダイエットの方が進んでおります。ではどうでしょうか。こちらが L サイズのサイズ感ですね。そんなにとびっきり大きいってこともないんですけども、まあ、しっかり着丈の長さとかも担保されてますし、お尻がちょっと隠れるぐらいの、まあ、着丈の長さかなと思います。まあね、身幅に関してもまあまあ余裕がありますので、インナー着たりすることができるっていうようなサイズ感になってます。これがマウンテンジャケット最強のジャケットっていうことで、ラオージャケットと命名してるんですが、こちらのジャケット、僕が最も好きなジャケットですね。こちらもラオージャケットになってます。では次はですね、オールマウンテンジャケット、こちらも L サイズで着用します。はい、といかがでしょうか。サイズ感としてはですね、微妙にさっきより着丈が短いです。だからさっきやったらお尻がこう隠れるぐらいまであったんやけども、これぐらいなんで、もしかしたらこう前にかがんだ時とかは若干ね、背中が見えたり見えんかったりするかなっていうぐらいのね、サイズ感にはなっておりますね。で、身幅に関してはもうほとんど同じかなと思います。そんなに大きく違いがあるとか、めっちゃちっちゃいとかっていうのがないので、まあまあほぼほぼ同じような感じなんかなっていうのがオールマウンテンジャケットで、次はマウンテンライトジャケットの、これも L サイズでいきます。はい、とまあいかがでしょうか。もしかしたらこれが一番着丈長いかなかもしれないですね。長いかもしれないです。っていうのもお尻がね、完全に下のとこまで隠れてるぐらいの着丈の長さがありますので、まあ最後の方でも言うんですけどね、最もマチ向きやと思います。このマウンテンライトジャケットがね、最もマチ向きやと思うんですけども、そういったジャケットになっているということですね。では価格の方、お値段いきたいなと思いますが、まずこちらラオージャケットことマウンテンジャケット55,000円、そしてオールマウンテンジャケットこちらが56,000円、そして今着てるマウンテンライトジャケットこちらが41,800円ということ。マウンテンライトだけね、4万円台から安くめっちゃ感じますけども、値段的には最大でここが一番切られてるんですけど、15,000円ぐらいの差になってるんじゃないかなと思います。ではね、それぞれのジャケットの違いをね、言っていきたいなと思います。はっきり言ってね、言うことは山ほどあります。やけどね、そんなわけわからんこと言われたって、それが俺にどないしたんっていうことになってくるじゃないですか。例えばデニールがどうですよとかね、ジップがどうですよ、ベンチレーションが何とかですよ、そんなことは一回置いておきます。これから買おうと思ってるあなたにどんな違いがあるんですか、どういう違いが出てくるんですかっていうところですよね。あ、引っかかった。それを話していきたいなと思うんですけど、まずはですね、マウンテンジャケット、こちらのジャケットからいきたいんですけども、この3つの中で一番丈夫で頑丈で張り腰があるジャケットって言えば、このマウンテンジャケットが、そらラオウ言うてるぐらいから一番張り腰があるんですよ。でね、そういう時にね、なんでなんやかって言ったらね、まあ単純に生地が分厚いんですよ。一番これが分厚い生地を採用されてると。あ、他は70デニールっていうね、友達にこれ70デニールでこっち150やからって言ったらね、デニールってなんかギャルが使うような言葉やなって言ってないけど、そいつアパレルやってるんですよ。アパレルやってるけど、そいつデニール知らんかったね。お前アパレルやってるのデニール知らんのかいと思ったんやけども、そんなことがありますけども、まあ一般の方は分からないですよ。デニールっていうとナイロンの厚みですね。それが数字が上がれば上がるほど分厚い、で逆に数字が下がれば下がるほど薄い、まあ重みがないっていうことになるけども、ちょっとねファッションややこしいのがあって、糸の細さに関しては下がれば下がるほど太いんですよ。だから1番手って言ったらめっちゃ太いんやけども、30番手って言ったら細いんですよ。この辺ちょっとややこしいんやけども、今日ちょっと一回そんな話を置いといて、まあとにかく頑丈であると。で、一番頑丈なジャケットください。どれが一番頑丈ですか。はい、このラオです。以上でなってしまうね。で、次オールマウンテンジャケットいきましょう。はい、ではね、このオールマウンテンジャケットどういう特徴があるかっていうと、もう一言で言うとね、多機能、一番機能性があるのはこのジャケットなんですよ。いろんな機能があって、持ち運びができたり、唯一これだけスナップサックって言って、こういうね、袋になんと収納ができるっていうところまでついてるので、最も機能性、ただのジャケットじゃなくて機能性があるのは何ですかって言ったらこれになってきて、さっきのマウンテンジャケットもいいんちゃうんですかって言ったら、これ実は僕個人的にはあんま登山に向いてないと思ってるんですよ。やっぱ折りたたんだりできんし、ちっちゃくできんから、登山ってかさばったら終わりじゃないですか。だから意外とこれマウンテンって名前ついてる割には向いてないなと思ってるけど、このオールマウンテンに関してはもう名前のごとくオールってついてるぐらいから、もう全てのマウンテンなんですよ。とにかく全てのマウンテン、ほんならもう登山は向いてるでしょということで、一番機能性が多いジャケットといえばこのジャケットになっております。で、次がですね、こちらのマウンテンライトジャケット、一言で言って何かというと、最もコスパがいい。まあ分かりますよね、値段的にも41,000円ということで、あ、確かにコスパいいな、値段が安いからコスパがいいっていうわけじゃなくて、もうゴアテックス使ってて、この生地採用してこういうディティールにしてこの値段ってなったら、あ、そりゃコスパええわなってなるんですよ。41,000円だと、そりゃ飛ぶように売れるわなっていうコスパなので、まあとにかく1着目やし、安く抑えときたいと。別にそんなに着る機会も多くないし、たまにちょこっと着るぐらい
らいから、まあ、コスパよく抑えたいっていう方はねこのジャケットが一番向いてると思います。ただとは言いながら今おすすめの人は言ったけどもデメリットもあるんですよ。でもそれ買う時にこれだけ注意しといてくださいねって、これ分かった上で買うんやったらいいですけど、これ分からんと買ってね、おいタクゾーとお前言うてたこととちゃうやないかいと、お前の動画見て俺はこのジャケットがいいと思って買ったのになんか言ってたこととなんか悪いとこあったやないかいと、それお前言わんかい動画でって言われても困りますので、それを今から言っていきますけどもね。じゃあまず次はね順番入れ替えてお話していきましょう。脱ぐのめんどくさいからこっちから先いきます。マウンテンライトジャケット、これのねあのデメリットは何かというと沼、完全に沼、沼のようにはまっていく。カメラとかもねレンズとかで買い出したら沼のように買うんやけど、それと一緒でマウンテンライト1回買ってね1着買って、はいもう僕1着で満足しますって言ってる人、世の中で統計もし取ってみてください。多分 2% おるかぐらい、あと 98% はだいたい色違い買い出すから、毎年色新しい色出てきてね、なんかマウンテンライトジャケットはねとにかく色凝ってるんですよ。毎年春と秋に出ますで新色が出てくるから、だいたいそれのどっちかで買っちゃう。そして結局は毎年買っちゃったら1着では4万円だけど2着買ったら8万になりますよね。で3着買ったら12万になりますよ。それ考えたらもうマウンテンジャケットで良くないって思ったりするんやけども、なんかたまにねスーパーとか行ったりしてもね、あこっちとこっちの肉どっちの方がいい、まあこっちの方が安いからこっち買っとこうかって言ってねいっぱい買ってしまったらね、結局は高い方の方が安かったやんみたいなことあるじゃないですか。あれと一緒、あの状態になってしまうので、まあ沼になっちゃうというところがね、マウンテンライトの唯一の弱点だから、ほとんど弱点じゃないっちゃ弱点じゃないんやけども、コスパいいから言うてハマるんやけども、皆さん沼にはね気をつけてください。僕はねなんと8着購入してますので完全に沼に入っております。で次がですねこのオールマウンテンジャケット、これのねデメリットというか、まあ、ちょっと残念なところっていうのが、他のねこの2つのタイプにはあってこっちにない機能っていうのがあるんですよ。でそれが何なのかというと、ジップインジップシステムって言って、こういった専用のジャケットを中に引っ付けることができるんですよ。でこのオールマウンテンジャケットはできないだけど、この2つに関してはそういうジップの連結ができるので、それはノースフェイス独自のシステムなんやけども、ジップインジップシステムっていうのができるように作られてはいてるんやけども、このオールマウンテンジャケットにはそれがない。だからいろんな機能があるとは言ったんやけども、あくまでこれ登山系に特化してる機能なんで、街用として特化してる機能ではないので、これまあこうやってジップインジップするのって基本的に街用なんですよ。普段の脱ぎ着がめんどくさい人はこれ引っ付けちゃったら袖ぐちゅぐちゅなりませんよとかね、脱ぎ着がしやすいですよってことで、これ街用としてこう作られてるっていうところを考えると、あ俺せっかく街用で着たくてジップインジップのショートフリース持っててんけども、あこれ使われへんのかと僕言いましたからね、ちゃんとジップインジップはないですよって言いましたからね。もしねそれでクレームがある方はもうノースフェイスの店舗に行ってください。僕は知りません。でノースフェイスの店舗に行ってね、おいお前これジップインジップなんやないかって言ったら、こいつ何言ってんやろと思って、ね、おはいないっすよって言われると思いますので、そういう方はぜひ行ってください。でね次マウンテンジャケット、ラオジャケットの方はどういうあのデメリットがあるかっていうと、やっぱり重たい、一番このジャケットの中で重たいんですよ。で重たい言うたら知れてるやんけど、でオールマウンテンジャケットの方とこのマウンテンジャケットほぼほぼ似た作りはしてるんやけども、生地感も倍ほど分厚くないのに重さに関しては倍ぐらい重たいんですよ。でこのオールマウンテンジャケットが 400g 台に対して、このマウンテンジャケットに関しては 800g 台あるんですよ。850かなんかあるんですよね、すいません825でした。で825ってどれぐらいっていうと、このノースフェイスのバルトロライトジャケットで900なんですよ。だからこれで900やったらあんまり変わらんやんと。ほんでもっと言うならこのヌポシジャケットは600なんですよ。だからヌポシジャケットより重たいんですよね。だからまあ着てる段階で手で持ってたらそれは 200g って感じるかもしれんけど、こう体で背負ってるから 200g がめちゃくちゃ重たくて歩けませんわっていう人は多分このチャンネル見てないとは思うんですけども、まあ、ジャケット単体で見るとねちょっと重さがあるっていうところがデメリットになってくるかなと思います。だから持ち運びには全く適してないというようなジャケットですね。で以上を踏まえた上でどういう用途で使うのが一番いいのかお話ししていきましょう。これは僕の独断と偏見でお話してみますが、こちらのマウンテンジャケットどういう用途で使うのがいいのかっていうと、もちろん街で使いますよね。彼女とデート行こうか、これ全然使えるし、友達と居酒屋行こうか、全然使えます。あとおかんにね誕生日プレゼント買ったろう、それも全然 OK です。でそういった感じで街で使えるのプラスアルファスポーツでも使えるんですよ。でこれ実はねスノーカフって言って、ここにねこう雪とかが入ってこないようにギュッて絞るやつが入ってるんで、スキーウェアとかスノーボードウェアとしても使えるんですよ。だからそうなったらあれあれあれちょっと変わってきたじゃないですか。おい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 、そう考えるとこの4万円がちょっとコスパ悪く感じてくるやないけど、この5万5千円がすごいコスパよく感じる。だってこれジャケット例えば4万円で買いましたと、別でスキージャケット買いました、スキージャケットも高いですよね、2万3万4万でしてくる、こんな合計で7万8万9万だと、この間これ1着でいいやないかって、なんかえらい最強なジャケット着てるな、それ何のジャケットですか、そうラオジャケットってなるわけなんですよ。だからこのジャケットは最強なんですっていう話はしてるんですけど、街でも着れるし、そういうスポーツとかでも着る。でちょっと暑くなったりしたら自転車乗ってる時なんかはここピュッと開けてあげればベンチレーションが逃げていくから温度の調節もしやすいということで最強ですよね。だからラオなんですよねっていう話はもう延々としてるんですけども、そういうことになってると。いや対して次オールマウンテンジャケット、このジャケットはどういう時におすすめなんか、こちらはですねやっぱり登山ですよね。こう持ち運びするとかって考えたりしたらやっぱ登山とかになってくるし、こう軽量でね持ち運びたいってなってきたらマウンテンジャケットってなかなか難しい選択肢にな
ってくるんですけど、その中でも最も軽量に作られてるから持ち運びもしやすい、そして羽織った時も軽いっていうことなんで重ね着もいっぱいできるでしょって考えたら、まあ登山とかやっぱり向いてますよねと。でそれ以外にやったらこう例えば仕事とか行く時に一着だけちょっと常に持っときたいねんと。なんか折りたたみ傘リュックに入れてる人っておるじゃないですか。いつでも雨降った時、わあ大丈夫俺折りたたみ傘あるからって言ってドヤ顔する人おるでしょ。あの感覚でちょっと一着だけ防水ジャケットとかあのカバンの中に忍ばしときたいねんっていう方にはね、まあ、ぴったりかなと思うので、用途は結構限られるんやけども、当たる人には当たるジャケット、それがこのオールマウンテンジャケットっていうジャケットになってるんですよ。ほとんどの街用の人にはあんま向いてないかもしれないようなジャケットね。で最後にマウンテンライトジャケット、このジャケットどういう人におすすめなんかっていうと、まあ、とにかく街用ですわ。もう街用以外ない。あのこれで登山とかやったらやっぱ重たいやろうし、畳まれへんし、ベンチレーションもないしってなったら結構機能不足なんですよ。あれなんかものすごいカラーリングも登山っぽいしいいやーとかって思ったりするんやけども、全然これ街用として使っていただいた方がいいかなというふうには思います。はい、というね、以上3つがいろいろ話してきたんですけど、パッと見あの10分前まであなたが動画見る前までは何が違いかよくわからへんのよと、ちょっと教えてよと。で教えて言ってくれたらいいんやけど、デメリット言わんかったら俺文句言うぞと思ってたかもしれんけど、あなるほどなと。これ今見た段階でいろんな特徴があってデメリットもあんねん、その上で俺の生活にはこれが向いてるなと。じゃあ例えば登山行くんやったらオールマウンテン行こう、いや俺登山行くような友達おらんねんと、もうずっと友達おらんくて一人で生活してこうやって僕みたいにずっと一人で喋ってんねん、あじゃあそういう方はマウンテンジャケット行きましょうと。マウンテンジャケットやったら登山行く必要ないです。あでも残念、そういやマウンテンジャケットってスキーとかスノボーとかも行くんやったら、あれスキーとかスノボー行くような友達残念ながらおらんねんと、もう友達おらん系 YouTuber やらせてもらってんねんっていう方はね、よしわかりましたと、じゃあこのマウンテンライトジャケット行きましょうと。それであればマウンテンライトジャケットだったら街中一人で歩いてても普通ですよね。友達がおらんくても普通、居酒屋一人で行っても普通、別に一人飲みって今流行ってるから、今流行ってるかもしれんけどもあるから全然普通ですよ。だからまあそういうところでね判断していただいてもいいかなと思います。だからこっちは友達多い組ジャケットかな、こっち友達少ない組ジャケットって言ったらね、あのマウンテンライトジャケット持ってる方に怒られるかもしれんけども、まあそんなことで適当なことに言いながらね終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ノースフェイスとマウンテンジャケット3大比較をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。